いつどんな形で聞かれたかっていうのをちょっと改めて教えてください。まあ契約したのはまあ3月の、8日ですか、日曜日の日で、はい。まあそれまでは本当ずっと待ってるっていう感じでしたけど、長い間待つっていうまあ状態が続いたと思うんですけど、本当にこう気持ちとしてはほっとしたというか、どういう気持ちが一番大きかったですか。まあ自分自身はそんなにこうまあどうっていうよりは、やっぱり周りが本当に実際決まった時に本当に喜んでくれたので、まあそこら辺がこう自分としては自分の想像を超えているというか、まあ自分以上にこう喜んでくれる人たちがたくさんいたので、まあそこは自分自身もびっくりしますけどね。ご家族もやっぱりすごいね、多分もしかしたら口には出さなかったかもしれないですけど、あのもちろん多分いろんな思いあったと思うんですけど。そうですね、やっぱり一番はね、家族がまだ続けてほしいっていう思いは、言われてましたし、まあ、その思いがあったので実際続けるっていう選択肢も自分としてもしたので、まあ、そういう意味では、まあ、最終的にこう決まったっていうのは本当に良かったと思います。去年はあの、まあ、ショートに、ね、やっぱり勝負したいということを開幕の前におっしゃってたと思うんですけど、今はまあその、まあ、今年の開幕を、まあ、迎える前の心境としてはどういったところで、まあ、勝負をかけたい。まあ、ポジションというよりはね、やっぱり、シーズンやっていく中で、まあ、怪我人だったりとか、まあ、調子が悪かったりとか、まあ、いろんな、部分というのが出てくると思うので、まずはやっぱりその、まあ、空いたというか、チャンスがあるところを、それは後から行くことなのか、まあ、代打なのかわからないですけど、まあ、そこでやっぱりそのチャンスを生かして、まあ、徐々にやっぱり試合数であったりとか、そういうものをどんどん増やしていってアピールしていくしかないので、まあ、そこをとりあえずどこでもできる、守れたりとか、どんな状況でも、対応できるような、まあ、バッティングであったりとか、そういうものをどんどんこうここから、作っていかなきゃいけないなとは思ってますけど。あのタイガースの選手もそうですし、関西の、まあ、タイガースファン、鳥谷選手のファンも本当にあのこのニュースを、まあ、待ってたというか、あの待ちに待ってた人が本当に多いと思うんです。あの改めてこうそういう、まあ、方へのメッセージというか、思いみたいなのを聞いていただければ。まあ、一番のね、本当に、まあ、そういう方々にね、元気に自分がプレーする姿を、見せるっていうのが、まあ、一番の恩返しだと思いますし、まあ、どんな形でもやっぱりグラウンドにね、一軍のグラウンドで、野球をやってる姿っていうのを、見せていけたらなと思ってますけどね。